私は勝手あのような悲惨な光景を見たことがない。それは10年以上おも前の国技館の話です。片や巨漢の雷電と片や地獄の料理人若秩父が両者見合って待ったなし。がっくり四つに組んだその額からは玉のような汗がだらりんこんと流れ出してきて、若秩父の回しを締め出すのだったのだ。この湿った回しがいずれあの不幸な事件を巻き起こすとは誰しも、あの世にも恐ろしい戦いになるとは誰しも思わなかったのだ。全く引力とは恐ろしいもので、地上に浮いてるものが下へ落っこってしまうのだから、あれよあれよと思う間に若秩父の回しは落ちた。さすが天下の NHK、 すぐにテレビカメラを消せと命じたが、折りも悪くもアルバイトを使っていたためにアップで放映してしまったのだ。ラジオのアナウンサーがまたアナウンサーで、テレビを見てない人はわからなかったものを、すぐにお近くのテレビのスイッチをひねってくださいなどと言ったものだから、見なくていい人まで見てしまったのだ。さすが天下の国技館、すぐに照明を消せと命じたが、折りも悪くもパートタイムを使っていたためにスポットライトを当ててしまったのだ。全く全国3万人の相撲ファンの皆様は意外な事実を知ったのだ。でかい体にはそんなものがつきものだとそういう事実を知ってしまったのだ。さすが木村庄三郎、あの層うちわみたいやつで隠そうとしてやったが、彼も非常に興奮していたもので股間を嫌というほど軍配で殴りつけてしまったのだ。さすが弟子の朝潮は大変気が利いてるもので、すぐに毛布を持って現れてきたが、彼もまだ心の準備ができていなかったのだ。土俵へと一直線に進み、土俵の端につまずいてしまったのだ。全く慣性力とは恐ろしいもので、
止まる体も止まらなくなってしまったのだ。その時の彼の脳裏には一つの言葉しか浮かばなかった。その時の彼の頭の中には一つの言葉しか浮かばなかった。何か体を支えるものはありませんか？何か掴むものはありませんかと。何か掴むものはありませんと目を凝らしてみたら、目の前にあった。私は勝ってあのような悲惨な戦いを見たことがない。